はい、どうもこんにちは、こんばんは。ケンです。ツイッターとかで知ってるかもしれないですけど、達人合格できました。ありがとうございます。内訳はちょっと待ってください。10段まだ赤なんですけど、内訳はこんな意外と成仏カー出てるんですよね。とこれで、かが47で、負荷が3回。で、この量が3180って、もうめっきりぎりっすよ、めっちゃ。まだ合格できないだろうって思って、動画回してなかったんで、動画撮れなかったんで、撮れたら、動画、達人合格動画。多分きついと思いますけど、撮ろうと思いますね。まあ、本当撮れたらです、撮れたら。もう有限とかもマジ覚醒したんだよ、本当。で、まあ、これが、多人語学鉢。まあ、ただの方です。もう、フレシンも、かなり増えて。なんかおめでとうございますとかいろいろ来てるんで、ほんと。ありがとうございます。まあ、で、あと余談なんですけど、今日10月、13かな、3ぐらいだったはず。で、アピタで誕生日まで、あと1ヶ月ちょいなんですよね。11月15日で。それでなんか、記念動画撮りたいと思うんですけど、その何やろうかなって分かんないんで、なんかよろしければなんかリクエスト、いただけると嬉しいですね。あ、でもそれで達人合格動画とかはちょっときついかもしれないですけど、まあよろしければリクエストお願いします。もうほんと明日で10段2人に達人1人で、はしごも9段、8段いったし、9段も結構増えたしね。もう、みんな成長してますよね、ほんと。いや、嬉しいっす、なんか。話すことなくなったな。まだ3分です。あ、そう。チャンネル登録者も1000人超えて、今、1,400何十人とかって。1000人記念とか出してないですけど、本当、ありがとうございます。もう、とにかく、それしかねえよ、いうこと。もう、ありがとうございます。まあ、目標は、1500人いけばもう十分みたいなもんだからな。まあ、気ままに動画上げて、まあ、日常とかも撮って、まあ、ゆったりと、のんびりと、太鼓、みんなでやっていきますんで、まあ、よろしくお願いします。いろいろ。じゃあ本当、応援とかいろいろありがとうございました。明日でもこれからよろしくお願いしますね。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。リクエストお願いします。